じゃんくん、11歳おめでとう。ジャン君、11歳のお誕生日おめでとうございます。ジャン君はもう大人ですね、今日からね。そうなの？ねえ、そうなの？ジャン君、ジャン君永遠の少年じゃないの？もう人間だと60歳って言うから、60歳から大人って言われるからね。え、ねえ、ジャン君、降りる。どうぞ。そしてホットカーペット、今日はちょっと涼しいかな。どうかな。はい、使いましょう。そんなすごく寒くはないけど、はい、ハッピーバースデートゥーユージャン君。ってか、あなたはポンちゃんでしょ。ポンちゃん結んでいい？リボンで。興味ある？ポンちゃん興味ありあり。はいはい、はいはい、ポンちゃんはチェック係だからね。うん、でもポンちゃんに乗られてこのリボンは使いません。はいはいはい、じゃあポンちゃんにリボンあげますよ。ポンちゃん、ポンちゃん、じゃあポンちゃん、ジャン君はじゃあピンクのリボンにしようかな。はい、いっぱいおもちゃ買ってきましたよ。よいしょ。どうだろうね。カリカリはね、いつものじゃんって言われるかもしれないけど、でもいっぱい買ったんですよ。これしか食べられんけんね。そうなんですよ。よいしょ。でもこれ意外と好きだよ、フィッシュテイストの方ね。うん、もう一個の方もよく食べるけど、これも好きだよね。というジャン君はあんなとこ行ってる。そうなの。ジャン君。ジャン君の誕生日プレゼント、ポンちゃんが踏んでますけど、踏んでチェックしてますけど。まあポンちゃんも一緒に遊ぼうね。あとで遊ぼう。まあ、ちょっとかな。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディーJunk, happy birthday to you. お誕生日おめでとう。おめでとう。そしてこれをビューと持っていたらここにいます。はい、ジャン君、11歳おめでとう。おめでとう。何言ってるかだね。ジャン君、おもちゃとカリカリあるよ。はい、あとでプレゼントで遊ぼうね。ポンちゃんは必ず乗るね。うん、なのにジャン君はあんな遠くにいるね。ジャン君、今日は君主人公というか、なんだっけ、主役よ。主役だよ。ジャン君、ジャン君主役っすよ。ジャン君、ジャン君、にゃんくん、ポンちゃんがこんな状態ですけど。ポンちゃん、ポンちゃんあれだよね、じゃあお兄ちゃんのおもちゃはちゃんと形がチェックしといてあげるね。毒味か。よいしょ、カメラをこっちに持ってきてくださいな。はい、じゃあ行きます。
よいしょ。よいしょ。よいしょ。あ、これか。よいしょ。最近なんか噂に聞くとさ、うん、こういうのにここにつかないようになってるよっていう話だったけど、これはつくやつだったね。そうなんだね、うん、まだそれを採用してちょうだい。はい、さあ見えてるかな。見えてると思うけど、いちごのムースとチョコかな。なんかこういうやつ、まだらになっています。あ、生クリームがうまい。生クリームだよね、うん、ピンク色だけど生クリームだよね。いちごの味も結構する。あ、そう、うん、練り込んであるみたいだね。いや、多分そこはココアとかだと思うんだけど、うん、はい、おいしゅうございます。不老さんです。このケーキおいしい。声が遠いと思うんだよね。今ちょっとケーキの方に顔を向けましたので、声が届いていないかと思いますが、チョコレートの生クリームとチョコかな。チョコレートじゃなくていちごじゃないの？ん？いちごの生クリームでしょ？あ、そう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 、いちごって言おうと思ってチョコって言った、チョコって言いました。ジャン君ありがとう、美味しかったです。ジャン君いただきます。こちらは果物と落ちちゃった。フルーツタルトってやつかな。果物がいっぱい載っています。いちごと桃とりんごとがいっぱい、みかんとかいっぱい載っています。ブルーベリーが入ってるね、うん、そして左の奥にあるやつはなんかね、サバラン、なんちゅうの、サバラン、サバラン、うん、ケサラン、サバラン、パサランみたいなやつかな。それに、なんかね、これね、なんか刺さってます。なんかが刺さっております。多分これをチュッてやるんだと思う。やってみて、やってみて、やってみていい？うん。ああ、何や、何かがされました。はい、はい、何かが入ったようです。これ多分お酒じゃないかっていう話なんだけど、実は2人ともお酒飲めないんだよね。なんか酔っ払ったらごめん、途中で寝るかもしれません。ということで、今日は、3月25日、ジャン君お誕生日です。11歳になりました。猫カフェアスタマニャーニャスタートいたします。ちょっと前置き長かったね。ジャン君の思い出動画の方も表示しますね。右の下に、出ているこの、じゃあね、年を取ると、いろんなことを気をつけながらやらないとね、まあ僕の年よりももうちょっと、まあ、40代ぐらいで、草野球で骨折する人が、いっぱい出るんですよね。これは、大体草野球でも昔その取った絹塚というかですね、まあ実際に高校野球をやっていたとか、野球好きでずっと続けていたっていう人がこう筋力自慢なんですよね。走ったら速いとか、打ったら遠くまで飛ぶとか、そういうことを自慢になっていた人たちが、衰えを気づかずに、そのイメージのままプレーをすると、面白いというかね、へえと思ったのは、ピッチャーでただ投げただけで、カーブを投げたのかな、カーブを投げただけで、右腕の、2本こう肘から、手首までに2本こうなんていうの、いってるじゃないですか。よくあの、鳥のあの手羽先っていうかみたいなやつでね、2本の骨が手首まで行ってたね、こう平行して、それ両方折っちゃった人いたからね。痛そう。ボールを投げた後うずくまるっていうね。あとはベースにスライディングをして足首折っちゃう人とかね。まあ、とにかくね、草野球場当時やっていたのが、神宮外苑のところに6個のね試合がいっぺんにできるところがあって、そこに何か間か救急車が来てました。あ、また来たっていう感じでね。気をつけないとね。そう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 。おお、ジャン君が
ロンドンストックさん、ジャン君お誕生日おめでとう、ありがとうございます。ナイスガイなジャン君へ乾杯、ありがとうございます。コキャタさん、もう大体ご飯の準備は終えてあります。今夜はホタテ汁とホタテだしの炊き込みご飯にしました。すごい。